最初のコーナーはついちゃん。はい、突然ですが皆さん、はい、小さい頃に読んでいた絵本など覚えていますか？もう私ね、ついにみんなで助け合う素晴らしさもね、何回も何回も読んだ。あるね。師匠がお子さんにこう読み聞かせなどされたりしました？うちはね、寝る前ずっとやってた。あのグリとグラとかさ、あとはなんだろうな、そのお化けなんてないさとか、あと株抜いたりとか。師匠の読み聞かせ楽しそうですね。なぜ絵本の思い出を聞いたかと言いますと、はい、3月27日から4月9日までが絵本週間だからなんです。絵と文字の両方を見ることで話がつながっていく絵本は、子どもはもちろん近年では大人も楽しめるものとして人気です。ということで絵本にちなんだスポットを巡ってきました。私も小さい時に何度も読み返したお気に入りの絵本がありました。ところで皆さん、なぜ絵本週間が設けられたのかご存知ですか？絵本週間は絵本文化の発展と教育の場や家庭により一層絵本読書が定着するようにという思いを込めて作られました。ちなみになぜこの時期が絵本週間なのかというと、人魚姫やマッチ売りの少女など世界中で愛されているたくさんの童話を生み出してきたアンデルセンの誕生日が4月2日ということで、その前後2週間を絵本週間にしたそうなんです。私がやってきたのは上尾市にある東保健センター。こちらの施設、一見絵本とは関わりがなさそうに見えるところなのですが、実は関係あるんです。こちらに集まっているのはまだ0歳の赤ちゃんなんですが、絵本を通して親子で楽しい時間を過ごしてもらおうという活動、ブックスタート事業の現場なんです。ブックスタート事業は、赤ちゃんのいる家庭へ4ヶ月検診などの機会に絵本をプレゼントします。読み聞かせなどを通じ親子の触れ合いを深めてもらう取り組みで、県内でも多くの自治体で行われているんです。ちなみに今回プレゼントされる絵本は、だるまさんがとぴょーんの2冊です。だるまさんが、どなたかな、どて、あら転んじゃった。さあこの後どうなるかな。赤ちゃん可愛いですね。なんか赤ちゃんの反応を見ながら、お父さんお母さんとかがすごく嬉しそうにしてるのがいいですね。赤ちゃんに絵本はまだ早いんじゃないかと思ったそこのあなた、思った、はい、そんなことはありません、絵本を読んであげている時の親の優しい声の響きや肌のぬくもりは赤ちゃんにちゃんと伝わるんですよ。表情が変わりますもんね、うん、本に慣れさせるっていう意味では、うん、なんか早すぎるってことはないかなと思って、うん、お子様の反応見ていかがでしたか？そうですね、微笑んでたので、なんかいい感じでしたね、はい。今回この2冊を選んだ理由は何ですか？はい、赤ちゃんとお母さん、お父さんが一緒に読んで楽しいなと思える絵本を選びました。この本をきっかけに、子どもが生涯を通じて絵本をいっぱい読んでくれたらいいなと思っています。ブックスタートは、赤ちゃんに絵本をプレゼントするだけじゃなく、赤ちゃんと一緒に絵本を開く楽しい体験を親にプレゼントするものだったんですね。赤ちゃんと触れ合うと心が満たされますね。心の次はお腹も満たしたいということで、絵本に触れられるカフェがあるそうなので行ってみたいと思います。やってきたのは大宮駅からバスで20分のところにあるカフェギャラリー本と台所です。こんにちは。こんにちは。本と台所ってちょっと変わったお名前なんですけど、この店名の由来ってあるんですか？はい、私は本が好きで、料理が好きで、ご飯が好きで、この店には本と台所があるので、本と台所っていう名前を決めました。本と台所は絵本を読みながら食事ができる絵本カフェで、焼きたてのパンも人気なんです。こちらではおよそ100冊の絵本が販売されていて、なかなか手に入らない珍しい絵本もあります。ちなみにこのお店、店長の夫が社長を務める公務店の事務所をカフェとして改装したものなんです。こちらに絵本がたくさんありますね。はい、
でも本屋さんとかではあんまり見ないような絵本もたくさんありますね。はい、ここでしか買えない本を置きたいと思って揃えました。絵本が大好きな私、ここで店長におすすめの絵本を教えていただきました。それがこちら、誰も知らないバクさんの夜です。誰も知らないバクさんの夜は、夢を食べるバクさんが今日も誰かの怖い夢を食べちゃうというお話。ちなみに作者の松沢さんは上尾市出身の絵本作家です。いや、この絵本いろんな動物さんが可愛く描かれててとっても気に入っちゃいました。はい、でもこっちもおすすめだったんですけど、あ、白熊ちゃんのホットケーキ、私この絵本まさに小さい時に何度も読んでました。ホットケーキあるのでいかがでしょうか。ぜひいただきます。ということで、ホットケーキとお店特製の自家製レモネードをいただきました。いただきます。うん、おいしい。ふわふわで優しい甘さですね。あのホットケーキだけにホッとする味あの思いついて言ったけど、やっぱり恥ずかしいからやっぱりカットしてくださいでも本当に何だろう、このホットケーキの甘さが安心する味で優しい味です。美味しいです。続いて自家製レモネードをいただきます。うん、あ、このレモンの酸味と蜂蜜の甘さが絶妙で美味しいですね。この炭酸の爽やかさもホットケーキとすごく合ってます。レモンと蜂蜜の自然な甘さにこだわりました。ちゃんと蜂蜜の風味も伝わるんですよ。しかも炭酸も、はい、なんか子供でも飲めるぐらいの微炭酸で美味しいです。はい、絵本の魅力ってどんなところだと思いますか。子供たちに読み聞かせをすると、親子で触れ合えたような気持ちがして、そういうところが魅力的だなと思います。大好きな絵本に囲まれながら美味しいものが食べられ、大満足な時間が過ごせました。さあ、今日一日で絵本にちなんだ場所を巡ってきましたが、ここで私あることに気がつきました。まだ図書館に行っていないと。ということで、飯能市立子ども図書館にやってきました。やっぱり最後に図書館に行かないとですね。行ってきます。飯能市立子ども図書館は平成9年にできた県内初の子ども専用の図書館なんです。飯能市を中心に生産される木材、西川材を使ったログハウス風の建物で、小さい子どもがハイハイしたり座り込んだりしてもいいように土足禁止となっているほか、本棚も低く作られています。これは本が子どもの手の届く高さに置けて、親も子どもを見つけやすいというメリットもあるんですよ。さらに普通の図書館では絶対にありえない騒いでもいい図書館でもあるんです。広いですね。もう種類豊富に絵本がありますよ。見てください、こんな珍しいものまであります。こんなに細長い絵本見たことないです。これはもう子どもも喜びそうですね。他にも子どもたちに大人気の仕掛け絵本や、通常の4倍ものサイズの大きな絵本も見つけましたよ。大きい絵本は絵に迫力があって見ているだけで楽しいですが、他にも用途があるんです。それが読み聞かせです。そーっと卵をコンコンコン、出ておいで。はパカッと割れて、お次はヘビちゃんヘビちゃん、そーっと卵をコンコンコン、出ておいで。子どもたちの反応がすごく素直に伝わっていきますね。中にはもう絵本をじーっと見てる子もいて、世界に引き込まれている感じで可愛かったですね。この図書館では毎週火曜日から金曜日の午後3時から来館した子どもたちを対象に読み聞かせを行っています。
読み聞かせ良かったです。ありがとうございます。なんかこう子供たちが可愛くて元気をもらえますね。本当にそうなんです。読み聞かせをすると本当に元気がもらえて、はい、しかもあの思ったんですけどこの場所なんだか暖かいですよね。そうなんです。お子さんたちに暖かく過ごしてもらいたくて床暖房をここではしてるんです。あ、そうだったんですね。それで快適な読み聞かせの空間があるんですね、はいはい、そうなんです。ここで図書館の山本さんに無茶なお願いをしちゃいました。あの見ていたら私も読み聞かせやってみたくなっちゃったんですけどできますかね。できます。やってみましょうか。はい。でもこういきなりだとちょっと不安なんですけど教えていただけたりしますか。はい、練習してみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。読み聞かせをさせていただけることになりました。まずは絵本を選ぶのですが私は自分でも持っている大好きな絵本に決めました。ありました、これにします。手袋。この絵本私小さい時に母親に読み聞かせをしてもらった思い出があるんですよね。手袋はおじいさんが森で落とした手袋の中にいろんな動物がどんどん入ってくるというお話。こちらっていかがですか。いいですね。これはリズミカルな言葉の流れがあって読み聞かせにはぴったりなんですよ。あ、よかったです。ありがとうございます。絵本も決まったところで早速読み聞かせの練習です。読み始めるときはこのタイトルを読んで、はい、この表紙をお子さんたちに見ていただきます。そして作者とそして、役がある場合は役を書いた人のお名前を言います、うんうん、さらに意外な注意点もありました。読んでいただくときにあまり感情を入れて演じないようにしていただきたいんです。ストーリーをそのまま伝えていただきたいと思いますのでご自分の感情を入れて読み手の方に視点が集まらないように絵本に集中してもらえるようにしていただきたいと思います。なるほど。読み聞かせのコツを教えていただいたところでいよいよ人生初の読み聞かせ本番です。手袋。エウゲーニ・エムラチョフ絵、内田梨紗子役。ネズミがかけてきて手袋に潜り込んで言いました。ここで暮らすことにするわ。そこへカエルがぴょんぴょん跳ねてきました。誰？手袋に住んでいるのは。食いしん坊ネズミ、あなたは？ぴょんぴょんガエルよ。もうこれで5匹になりました。早足ウサギさん、僕も入れてよ。どうぞ。そこへおじいさんがやってきて手袋を拾いました。おしまい。手袋でした。ありがとうございます。お子さんたちの様子を見ながらゆっくりと読み聞かせをしていただいているので大変素晴らしい読み聞かせだったと思います。悪いところがないぐらい本当に素晴らしかったです。初めてとは思えないです。でも美味しかった楽しかった楽しかった、ね、動物どうだった？可愛かった？動物好き。拙い読み聞かせにもかかわらず真剣な様子で物語の世界に入り込んでくれていたのがとても嬉しかったです。私自身小さい頃から絵本が大好きでこの年になって見てもワクワクするし将来は自分の子供にどんな絵本を読み聞かせてあげようかななんて今から考えたり今日は絵本の魅力を再確認できた一日でした。すごい上手、ね、お子さんたちがじーっとこうさ、ね、見ながらもう俺なんか読み聞かせやるときにさ煽るからさ寒いよねどうなるかなうわーみたいなことやるからさ面白い子供が寝なかったんだよ原因が分かった原因がけどいいね、はい、もう子供も絵本も大好きなので、うん、とっても楽しいロケでした、うん、そしてスタジオには埼玉県にゆかりのある絵本をお持ちしました、はい、
ちら、消防自動車ジプタです。こちらはちびっこ消防自動車ジプタの活躍を描いた作品で、1966年に初版が出てから今でも売れ続けている大ロングセラーの絵本です。そしてこちらがジプタの絵のモデルになった上尾市消防団第8分団のジープ型消防自動車です。ということは埼玉にいた消防車がこのモデルだったと。そうなんですよ、私も小さい頃実際にこの絵本読んでいたのでもうびっくりしましたね。なんかすごい身近に感じますよね。続いてはウィークリーピックアップです。佐田平さん。はい、お伝えします。埼玉県に関する先週から今週にかけての出来事をお伝えするウィークリーピックアップ、まずはこちらの話題。海外の強豪チームと埼玉県のユース世代のサッカー選手が熱い戦いを繰り広げました。今月17日18日の2日間、埼玉国際サッカーフェスティバル2018が埼玉市内で開かれました。この大会はユース世代の選手たちが世界で戦う力を養い、国際交流を深めることを目的に去年スタートしました。今大会はブラジルのパルメイラスや南オーストラリア州選抜など4カ国の海外チームを迎え、県内チームと熱い戦いを繰り広げました。優勝したのはアンダー16男子がパルメイラス、アンダー18女子が埼玉県選抜でした。また2日目の18日には浦和駒場運動公園で小学生を対象に浦和レッズと大宮アルディージャによるサッカー教室などが行われ、多くの人たちでにぎわいました。続いてのピックアップはこちら。深谷市と群馬県伊勢崎市を結ぶ県道伊勢崎深谷線上部大橋の完成記念式典が行われました。上部大橋は80年以上前に完成した橋で、車両の大型化への対応や耐震性確保のため2009年から架け替えの工事が行われてきました。新しい橋の完成により安全安心で円滑な通行ができるようになり、埼玉群馬両県のさらなる交流拡大が期待されます。開通当日の17日には伊勢崎市の特設会場で完成記念式典が行われ、上田清埼玉県知事による式辞や感謝状の贈呈などが行われました。式典の最後にはテープカットと同時にくす玉が割られ、開通した橋を歩く渡り初めが行われました。県内では今月20日に皆野町と秩父市を結ぶ国道140号皆野秩父バイパスが全線開通し、今日の午後には加須市と群馬県板倉町を結ぶ国道354号板倉北川辺バイパスが開通します。以上ウィークリーピックアップでした。今時埼玉今たま、ありがとうございます。続いてのコーナーは小坂井君。はい、まあ、すっかり春らしくもなってきたんですけど、はい、出かけたいなと思うところいっぱいあると思うんですが、はい、今週みたく雨が多いとちょっと困っちゃいますよね。そうなんだね、うん、天気が悪いとね、どこ行こうかものすごい迷うんだよね。そうなんですよ。そんな時におすすめなのが見学や体験ができるお菓子作りの現場なんです。見ても食べても楽しい県内のお菓子製造現場ご紹介します。関越自動車道の花園インターチェンジを降りると見えるヨーロッパを思わせる建物、ここが今回ご紹介する花園フォレストです。建物の前にはバラの庭園があり、春と秋には様々なバラが咲き誇ります。お菓子現場の紹介じゃなかったのと思いでしょう。安心してください。建物に入るとすぐにお菓子の甘い香りに包まれます。フルーツいっぱいのケーキなどの洋菓子、手作りジェラート、焼きたてパンが並びます。さらにスイーツとパンなどが食べられるビュッフェカフェもあります。そしてここ花園フォレストの一角ではガラス越しにお菓子を作っている様子が見られるんです。
次々とシューの中にクリームが詰められクッキーシューが出来上がっていきます。今回は特別にクリームを入れる前の段階、シュー生地を焼いている工程を見せていただきます。実はこのシューは花園フォレスト2階にある工場で焼いているんです。こちらに480個のシュー生地が並べております。すごくたくさん並んでますね。この下の黄色い部分がシュー生地、はいはい、上の白い部分がクッキー生地、2つの生地でクッキーシューが出来上がるということなんです。この棚ごとオーブンに入れます。オーブンの中で回転しながらシュー生地がムラなく熱が入るように焼いております。多い日でだいたい1000から1500個ほどのシューを作っております。180度でおよそ35分焼くと生地が膨らみます。その後焼き色の様子をチェックしながら最終的な焼き時間を調整するそうです。さあ焼き上がったようですよ。オーブンの扉を開けると師匠いい色ですね。おお、美味しそう、ね、なんか匂いまでこちらに、ねね、香りが漂ってきそうですね。そうな感じしますよね、はい、焼き上がったシューは粗熱が取れたら先ほどのガラス越しに見ることができた1階の厨房へと移動していきます。ここでクリームをシューに入れてクリームたっぷりのクッキーシューの完成です。美味しそうですね。出来たてだね。じゃあね、これ出来たてですね。このクッキーシュー以外にもたくさんのお菓子がある花園フォレスト、この日来ていた人にお目当てを聞いてみました。すごい詰め放題ができるって聞いてたので楽しみに来ました。いつも大好きなのでいっぱい買って帰ります。食パンのあれとか、あの手作り粉、美味しいですね、今買ったらちょっとね、これね、うん、バンクーヘンをこういうお使い物にすると喜ばれます。安いです、美味しいです、うん、そう、いろんなお菓子が工場直売だからこその安さで手に入るんです。お菓子作りを見ながらお得に楽しめそうです。わ、美味しそう。ところ変わって埼玉のお菓子といえば草加せんべいですよね。その歴史は古く、かつて米どころだったこの地域の農家が余ったお米を団子状にして乾かし保存食としてせんべいを作っていました。江戸時代になると草加宿は日光街道の宿場町として栄え、保存食だったせんべいはいつしか名物として広まっていきました。現在でも50軒以上ある草加せんべい店の一つ、丸草一福。1961年、もともと農家だった初代の高橋昇さんが本当に良い米を使ってうまいせんべいを作ろうという思いから始めました。そして今もこだわっているお米がこちら。すべて埼玉産のお米で、普通に炊いて食べても美味しいお米を使っています。そしてそんな草加せんべいへのこだわりや美味しさを知ってもらいたいと工場見学と手焼き体験を行っています。今回は手焼き体験にお邪魔させてもらいました。懐かしいわらべ歌聞こえてきますよね。この歌がおせんべいをひっくり返すタイミングにはちょうどいいんだそうです。初めのうちというのはですね、膨らんでもきませんし、焼けてくるわけでもなくて何も変化がございませんので、これ変化がないからといって同じ麺ばかりずっと焼いてしまいますと膨らむ前におせんべい焼けてしまって硬いおせんべいになってしまいますので、おせんべい焼けたかなのタイミングでどちらの麺からも焼いてください。でしばらくしますとおせんべい膨らんできますので、膨らんできたタイミングでこちらおしがわらを使っておせんべい押してください。このように平らになるように押し瓦で押していきながら焼き色をつけて醤油をまんべんなくつけたら完成です。自分で作った焼きたてのおせんべい、お味はどうですか？ちょっと柔らかくてちょっと焦がしましたお菓子製造現場を見て体験して
食べて美味しい。ぜひ行ってみてくださいね。これ作ってるところが見られたりとか、自分で作ったらもう美味しさひとしおだよね。美味しそうですよね。ひとしおだと思います。さあ、皆さんも食べたいでしょ、はい、ということで今日スタジオには花園フォレストからアウトレットのバームクーヘン、それからマルソー一福さんからせんべいを持ってきました。皆さん食べてみてください。いただきます。花さんもバームクーヘン食べてる。チョコ味、すっごくチョコの味がしっかりしてて、うん、しっとり美味しい。これがね、アウトレットなんですよ、はい、ちょっと欠けてるぐらいで、はい、お得に食べられる。ちょっと安くなるんですよ。そうなんです。おー、いいな。この花園フォレストのお得情報他にもありまして、はい、月の第1水曜日がパンの特売日、うん、それから第2水曜日がアウトレット商品の特売日、はい、そして第3水曜日が VTR で焼いていたシュークリームの特売日ということで、さらに安く買えてしまうということで、ね、お得に買えるって一番いいよね。そうなんですよね、はい、で一番近いのが4月の4日でパン全品 20%。すごい。ぜひ皆さん行ってみてください、はい、そして師匠せんべいも。おせんべいいただきますよ、ねね、おせんべい焼けたかな。いい香り。いい音ですね。ハクハク、ね、おいしいですよね、うん、この、マルソー一福さんなんですが、日曜祝日を除く毎日1日2回工場見学、それから手焼き体験を開催しているということです。すごいおいしい、うん、ね、続いてはプレゼントですか、はい、ということはプレゼントは、そうなんです、プレゼントはですね、当然今日ご紹介したこちらの商品でございます。深谷市の花園フォレストのクッキーローズガーデンと、草加市のおせんべい屋さん草加せんべい丸草一福のせんべいをご提供していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらをセットにして3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想を書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは27日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしています。